言うと言えません。最初はパパが言う。はい、行くやん。さあ、行くやん。なんか変わってないな。ああ、切っちゃうね。はい、しこか。はい、どうも、わなだびチャンネルです。このチャンネルは、子供と遊び、子供と育ち、子供たちの未来を育てていく、そんな番組です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、で、まあ、僕見ならわかると思うけど、まあ、何個もまとめとってんの。まあまあまあ、そんなのね。時間があるときにやらないと無理だからね。まあ学校始まったよね。でも、まあまた休みになっちゃうんだよね。まあ引っ越してきていきなりだからね、ちょっとね、寂しいとこはあるけど。まあ友達もできたみたいだから、まあね、よかったじゃん、とりあえず。とりあえず、まあ、病気にならないで、この休みの間いろんなことやって、まあ勉強もだよ、もちろん。幼稚園もだよね、休みだよね。まあまあまあ。お互い勉強して元気に生活していきましょう。はい。あなたはマイペースだね、本当。まあいいや。でですね、今日はお家に、まあ多分釣りに行ってもいいと思うよ。そんな人がいっぱいいるとかそうじゃなかったらね。だけどまあできるだけお家にいればいいじゃん。でお家にいてできることもあるじゃん。うん。ということでこれだよね。はい。はい。はい。やってくれる？はい。近づかれへんよね。はい、まあもう一個ずつ使ってるけど、これがキャストって、まあバスフィッシングって、まあブラックバスはこういうのにつくんだよ。そこで待ち伏せしてんのか知らないし、上から守ってんのかもしれない、鳥に襲われないように隠れてんのかもしれないけど、まあそういうとこにつく魚なんだよね。でそれが分かってるから、何してんの？帰ってきて。何？どうした？あー、なるほど。どうした？え？わかんないよ。まあいいや。喉乾いた？取ってきいや。取ってきい？下から通れるか？今そっちからいい？はい、まあ、そんな感じで、そういう、まあ、生き物なんだよ。まあ、要するにこうだよね。さっきの使い方がまあいいじゃん。まあまあこうあって、まあこういう風につくんだよね。で、まあ、例えばこれがルアーだとします。ルアーだとします。ルアーだとします。そしたらこれがここじゃ見えないよね。でふわーん、あ、ふわーん、こうだったらまあでも遠いじゃんね。だからふわーん、ポン、ソン、ウェイジャーの練習をしましょうっていう、まあ、道具なんだよ、これ。道具っていうか、まあ、投げるためのアイテムなんだけど。だからね、バスフィッシングの面白いのは、そういうところも上達する楽しみがあるっていうのが面白いところなんだよ。だから、例えば、まあ、パパの場合はバスケのスリーポイント、遠い距離から、投げる。OK。遠い距離から、まあ、投げて打ってっていうのをどんだけ確率よくっていうのをが、まあ、そのゲーム性が好きだったんだよ、どっちかっつうと、うん、でその人によったら射撃とかあるじゃん、ライフルで打つのとか、うん、とかどうぞここにこれあるじゃん、それをまあ楽しむっていうのもあるから、だからまあこれちょっとどんな感じかやってみよう。ちょっと上達、ちょっとまあ練習して、まあ、昨日買ったのか。昨日買って、で、これ Amazon で頼もうと思って、パパな。思ってんけど、2000円以上のものを買わな、買われへんみたいな感じやって、で、400なんぼのやつやのに、2000円他のに無駄なもんいらんしなーって思って、で、届くもちょっと時間かかるしなーって。で、釣り会社に行ったら釣り売ってたんだよ。これ。ブンブン、おつってんだったっけ、うん、誰が買ってくれたから買って早速やってみました。でちょっとした練習の成果を見せてください。はい。まあ、見てるね人、まあ、男の子女の子、子供だけじゃないと思うけどね、大人の人たちも練習すればいいんじゃないっていう感じだよね。うん、
まあちょっと行ってみよう。よし。ちょっとフォーム見して、フォーム。よし、いいぞ、いけ。やりづらい。後ろ当たってるからやりづらいんじゃないか。もうちょい前に出たら。これ、乗らん方がいいんじゃん。パパあっち見れてないんだけど。入りませんでした。入らんかった？じゃあさ、あそこにあれしとくわ。携帯置くわ。もうちょっと勢い必要だよ。慣れたもんやね。どう？最高。最高。よし、もう一回行こうぜ。行こうぜ。惜しいな。惜しいな。いい感じやね、もう。すごいね。かっこいいね。よしよしよし。めっちゃかっこええやん。じゃあラストか。じゃあ OK。 じゃあこれを入れなあかん。これを入れなあかん。いやいや、それぐらいパパプレッシャーがかかってないよね。その代わり、まあまあまあ、これで一発で入れたら、あの、何か俺が聞いてあげる。どう？いいよ。何？先に言って、先に言ってください。何かない？何々してほしいとかでもいいし、高いもんはダメだけど、まあまあ、まあ、それだったらいいんじゃないっていうようなもんだったら別に買ってあげるかもしれない。かもしれない。まあまあ、とりあえず言ってみ。5 4 3 21、はい。住み込み暮らしの本。住み込み暮らしの本？ああ、そう、どんな本？まあ、いろんなお話あるしな。まあまあ、いいや。でも、これ入れれないと無理だぜ。無理。はい、集中して。全集中。全集中。何の呼吸やるの？やっぱ水の呼吸だ。何の方だろう。何やろ、魚じゃない？ごめんごめん、集中してない。いや、深呼吸したらあるみたいな。いや、自分のタイミングで言ってください。あー、惜しい。今スマホに使った。いや、まあまあまあ、難しいからね。じゃあもう一回だけちゃうんだけど、頑張れ。オッケー。まあまあ、あんただけじゃない。だから、まあ、チームの何か買ってあげないとダメだな。だね。ずるい。まあいいじゃん。こんな感じだね。よし、戻ろう。そう。おお。はい。いや、もう無事成功したね。いや、まあやっぱすごいよ。だって、ちゃんと練習しだしたのは、まあこっちの投げ方は、前からやってたけど、まあこの、フリップ、ピッチングは、まあ、昨日やり始めたわけじゃない。まあ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 、いいんじゃない。まあ、ロキサーニっていうのもいいかもね。ベイトフィネスだからさ。まあ、立ち上がりはまだいいから。っていうのもあるかもしんない。でもどう？あの練習。最高。楽しい。うん。いや、まあ面白いよね。これ結構面白いんで、ハマるんだよね。まあ、だから釣れるってわけじゃないけど、できるだけやっぱこういうところの、何食べてんの？おっとっと。美味しい？それ。なあ。
消して。海のやつだけこれ。うん。あと恐竜のやつもあるの。恐竜のやつもあるの。うん。なんかええやつとか入ってるのそれ。うん。何？うん。サメ。うんまい。めっちゃサメやんこれ。見て。宝石のサメだね。これって普通に入ってるの？入ってない。うん。入ってないところもある。嘘やん。そうなの？レアこれ。ほんまに？うんレアだよ。ほんま？食べていい？あと食べていい？いいよ。それ何？初の落としか？初めて。食べていい？普通。まだあんま好きじゃないんだ。何の話だっけ。まあまあまあ。こんな感じで。なんだ。まあお外で釣りに行けないときはお家の中で練習して、できたるべき日に備えるっていうのもいいんじゃないでしょうか。あ、おいしい。みんなも練習して、シーズンが空いたら、シーズンじゃねえな。心の騒ぎが終焉したら、楽しく釣りを再開したいですね。え、なんでなんですか。まあまあまあいいや。はい、この動画が面白かったと思う方はグッドボタンで、まあチャンネル登録もよろしくお願いします。神々やね。まあいいや。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。うう。おい。